You watching Toys TV. Ooh. ありがとうございます。搞完一轮公器私用，我哋好高兴今日有机会揾到呢一个程式艺术嘅大师 Rock and Jerry 边生。ありがとうございます。咁啊，本身嚟紧其实而家我哋位置就喺呢一个观塘啦，咁啊本身会有一个工厦入边有一个 art exhibition 嘅，就系 Rock and Jerry Binson 今次第一次嚟香港做一个私人嘅画展。Rock and Jerry Binson 都想问一问，其实今次你第一次嚟香港啦，咁觉得香港有啲咩感受啊？やっぱなんかすごく街の雰囲気が熱い感じがしましたね。で特にそのグループ展やって思うのは、こういうあの街行きと思うのはその若い人のパワーがすごい感じました。咁佢啦就覺得香港嗰啲街道啦就好熱情咁樣啦，好熱啊！香港人，香港人可能都好熱情咁啦。特別就係覺得香港嗰啲年輕人啊，好有 power 咁樣咯。咁其實本身都知道Rocker Jabinson 嘅創作嗰方面咧，都對於女性嘅同體係一個好獨特嘅表達方法嘅。咁其實就住呢方面，即係喺創作嗰度係有啲咩嘢，即係有啲咩靈感去俾到你，即係有呢一方面嘅創作咧。そうやはり普段の生活の中から出てくることが多いです。普段の生活していて私は感じる、これちょっと素敵だな、エッチだなって思うところからイメージを広げることが結構多いです。咁佢嗰個靈感就通常喺佢日常生活入邊，係啦，有呢個靈感嘅。我好想喺呢個咩日常生活咯，老老實實。例如佢就會覺得呢樣嘢，譬如一望到就覺得幾好喎，唔錯，跟住就會開始諗不同嘅 idea 而去創作咁樣咯。哇 ，Gary Master， 咁其實本身都。我哋都之前即係之前都知道喺東京有一個即係好成功嘅畫展，就同另外兩個大師合作嘅空山基同埋志田黑也。咁嚟緊會唔會都有機會有類似嘅合作，去帶俾啲即係 fans 一個新嘅衝擊咧？今のところコラボレーションというのは予定はないんですけれども、やはり結構いろんな。筋のっていうといろんなスタイルのアーティストとコラボレーションするのはすごく好きなのでこれからもする予定はもしかしたらあるかもしれませんが来年特に私が、アーティストを始めて30周年なので来年は多分その集大成となる大きなアートショーを東京でやると思います。咁佢話嗰個預定係暫時係冇嘅，但佢自己本身咧，其實就好中意同其他唔同嘅 artist 一齊去合作等等嘅，所以可能咧就會雖然而家暫時冇，咁可能之後都會有嘅，係啊，所以叫你哋期待一下咁樣啦。咁同埋就係咁嚟緊嗰一年咧，就係將呢邊去30周年即係佢自己畫畫嘅30周年嘅生涯嚟嘅，係，所以佢所以咧佢就打算喺東京度可能會開一個展覽，就係展示佢一直以嚟所創作嘅嗰啲畫啊等等嗰啲作品啦，係啦，就一個都幾算幾大型嘅展覽，佢就會喺東京度搞嘅。有冇話東京邊度啊？決まってます。多分おそらく渋谷あたりで場所を決めると思います。都仲未暫定嘅，但係可能會喺涉谷嗰邊搞咁樣咯。咁我認都可以照翻譯俾阿 Jerry 辦神聽，即係我如果知道涉谷邊個位置同埋大概邊段時間咧，我係好打算飛過去，即係親自去捧場嘅。もし予定が決まったら、私彼が絶対行くで、絶対行きます。わかりました。連絡します。
會聯絡你喎。咁啊，都唔想阻張邊神太多時間啦。我拉屎一個問題啦。咁其實即係今次呢一個畫展咧，雖然其實而家叫做淨係招呼啲 VIP 啊，咁但係其實嚟緊我相信都會好多人嚟嘅。點都好，咁啊，對於今次呢一個展覽，Rock and Jazz 邊神有啲乜嘢期望咧？今回初めて、香港で展覧会をすることができて、まあ、インターネットだとかいろんなところで見てもらうことは今までできたと思うんですけど、香港の人たちに実際こうやっていろんな作品をまとめて見る機会っていうのは初めてなので、みんなにこれを見て、いろいろ感じてもらいたいです。咁佢今次係嚟香港舉行呢一個嘅展覽啦，咁其實佢都有話到，其實咁而家呢個時代啦，其實一上網，我哋香港人一上網即係揾嘅話，都可以隨時咁樣見到佢哋啲畫。但係好似今次咁樣，好似搞一個展覽啦，將啲畫全部 group 曬一齊可以睇嘅話，咁將啲邊就好想希望大家就係親身去睇，親身去感受得到唔同嘅嘢咁咯。咁呢個唔同嘢可能自己諗啦，自己感受啦。因為其實本身好坦白講，我自己嚟到個現場，即係一開門口咧，我係哇一聲，即係會見到，即係平時自己喺張邊神嘅畫作或者啲畫集嗰度睇嘅嘢咧，同埋即係睇翻現場見到一啲原畫同埋一啲即係好衝擊性嘅畫作咧，即係對於即係張邊神嘅 fans 也好啦，或者即係對於從事藝術嘅朋友都好啦，都係一個好好嘅參考，同埋即係個幾衝擊嘅感覺嚟。好，咁啊，真系拉屎一个问题啦。咁啊，其实即系见到，即系我哋都准备好晒啲 figure 咧。咁即系作为即系玩具 TV， 咁你梗系中意玩具好正常啦。咁啊，但系其实 Rocker Jazz 边神真系话有将一啲创作去产品化，其实真系唔多嘅。咁我有印象嘅就系 Rocker Jazz 边神嘅1:6 figure 啦，另外就系 Vampire 啦，同埋我头先签嗰只嘅 Cheerleaders。咁其實會唔會都有機會喺翻Rocker Jazz 邊神嘅作品入邊抽一啲出嚟，將佢產品化咧？いろんな話は結構あるんですけれども、具体的に進んでいる話で言うと、今回のこのロケットを大人のおもちゃってわかりますかね？ジャパニーズ大人のおもちゃとして今作るプロジェクトが進んでいます。最も一番重要なプロジェクトです。もう決まりました。はい、はい、就話 figure 嗰方面，即係以女仔出嚟做 figure 就暫時未有計劃預定嘅，但係佢身後呢、這、一個你身後嗱呢一個火箭型咁嘅物體啦，咁佢就已經傾定咗，就話會將為即之後會推出為一個大人嘅玩具，係啦，咁已經傾定咗噶啦，係啊，就大家期待啦。雖然我用唔著，但係都要睇一睇。好多啲阿里加多謝嘛，咁啊今日都多謝曬阿 Rocker Jazz 邊神，咁啊希望大家睇完呢、這個interview， 咁都可以過嚟觀塘親身睇翻現場嘅感受，即係感受一下嗰種創作，同埋感受翻嗰啲畫俾大家一種衝擊力。咁啊，再一次多謝翻 Rocker Jazz 邊神先嘅，阿李家都嘅 James。Thank you very much。好，咁啊呢度玩咁多先，我哋轉頭睇好嘢。